ニコラ・コバチェビッチは、セルビアの男子バレーボール選手。クラリエボ出身。ポジションは、ウィングスパイカー。元セルビア代表。弟は、ウロシ・コバチェビッチ1998年、ユーゴスラビアリーグのリブニツァ・クラリエボに入団。ジュニア代表に選出され、ジュニア、欧州選手権、2003年ジュニア世界選手権に出場。 同年レッドスターベオグラードへ移籍し2006年まで在籍した。2005年にセルビア・モンテネグロ代表に選出されるが、セルビア代表とモンテネグロ代表に分離した2006年世界選手権後の新体制の下セルビア代表のレフトのウィングスパイカーとして起用される。インターコンチネンタルラウンド敗退の2007年、ワールドリーグは9位と成績は振るわなかったものの、チームで、 トップのスコアを上げ、2007年欧州選手権に出場し3位。同年ギリシャリーグのラミアからイタリアセリエ A のペルージャへ移籍した。翌2008年ワールドリーグでは準優勝を経験し、北京オリンピックに出場。2009から2010シーズンをアリステッサロ2期で過ごした後、2010年6月にセリエ A へ復帰。すでに移籍が決定したセルビア代表。 さあシャスタロビッチ、元セルビア・モンテネグロ代表、ゴラン・ブエビッチとラティーナでプレーを共にした。ありがとうございます。